久保さん今回ウィリアム・ジェームズさんにしましょうか苦しいから逃げるのではない逃げるから苦しくなるのだとみんなねお金の悩みあるんだけどもそこから逃げるからまた苦しくなるっていうね <laughs> いや1円でも必要あった方がよくないですか、まあ、僕は1000まあまあ、まあ、みんなの銀行で言うならば1,000円でもあった方がいいじゃないですか じゃあ30万これが大きい金額30万だったらどうですかって言ったらね1000円はいやちょっとって言う人いるかもしれないですけど30万いりますとじゃあこれ多分ですよ久保さん多分ほぼ100%の確率で1000円上げますのと30万上げますどっちの方が手が上がる確率が高いのかっていうと多分1000円より30万の方が絶対手を上げる人が多いでしょうね。 どっちですかと。条件一緒です。無料であげます。1000円あげます。30万円無料であげます。どっちがいいですかと。すみません。あのー、30万僕もらいに行きますけどね。<laughs> だって一緒なんだから、条件が。まあ、そこで条件が違うんだったらまた考える必要性はあるけれども、無料であげます。A は1000円です。B はあ30万です。すみません。僕素直に30万くださいって言いますけどね。 多分まあ割合的にまあ一部の人は、ね、1000円な何かしら違う考え方で、うん、いや1000円でいいです僕はって言うかもしれないですけどね、うんまあ、僕はすみません30万もらえないともらえますけど、ね、<laughs> でも割合的に、まあ、30万もらう方人の方が多いんじゃないですか、うん、久保さんはどっちですかもう同じ条件で突きつけられて1000円,もらいますもう1000円もらうのか30万もらうのか 別に何のその因果関係もないと。ね、どっちですかと。まあ、そこになんか違う考え方を入れて、なぜ1000円を僕はもらったのかっていう発信をするために1000円もらうとかね。まあそういうのは抜きにして。<laughs> なぜ僕は A を選んだのか、それを言うために1000円を選んだっていうのはね、あの置いといてね。素直にね。<laughs> うん。 だから、まあ、みんなの銀行はどういうキャンペーンかっていうと 1, 円、まあ、みんなの銀行のキャッチコピーでもありますけど必ず1000円もらえますあ1円あげますみたいなキャンペーンなんですよでそれが最大30万までって言ってますけどもじゃあその30万も結局1000円の積み上げなんですよねうんでもやらないですよね30万欲しいけどやらないっていう 僕は単純に30万100万200万1000万でも1億でもまあ最低僕5億って決めてるので5億もあの稼ぐまでは、まあ、あのお金は必要なんであのー、まあやりますけどね、うん、だ今回あとはまあ僕はそのやり続けた理由としてはやっぱりそのまあ素直にお金が必要だし、えー、のそういうのもあるんだけども結局このエビデンスを使えた時エビデンスが出た時にめちゃくちゃ使えるなっていうところなんですよ これを。で、実際さっきね、動画撮ったんですけど、あの、みんなの銀行、早速もうすぐ活用してますね。すぐ、早速もう、ホワイトボードで抗議したんですけど、早速お金も使ってますよ、久保さん。これなかなかいいアイディアなんじゃないかなってますけど、お金をちゃんとね、30万で稼いだお金をしっかりまた活用するっていうね。<laughs> うガンガン使いますよ。これね、現金30万おろしてきましたけど、これね、 これを使ってまたお金を稼ぎます <laughs>。これを使ってね、お金をまた稼いでいこうかなと思います <laughs>。これでもみんなの銀行ってすごいですね。このレシートもらったんですけど、ここにみんなの銀行って印刷がされていて。いや、でもなんか、なんか興味深いですね、これね。これを無理、ただでも、ただでこれ、なんかこう、現物を僕も今持ってるんで、あ、これただでもらったのかって思うと、結構なんか、 なんかすごく考えるものが <laughs> 考え深いものがありますね <laughs>。これタダでもらったのかありがとうございますみたいな,な。んかあんまりお札ってもう僕触らないのでそう。財布に30万とか久保さん入ってます現金。多分ね、なんかそのね、すごい人はなんか札100万円ぐらいこう入れてる人もいますけどもう札入れ、ほとんど入れないです。30万とかはね、財布に入れないですよね。 うん、そうまあお金のことに悩んでるんだったら、うん、単純に稼ぎに行くそれをしない限りずっと苦しいだけですよ単純にうんまあ僕はあの今月もまた商品売りますけど来月も売るし再来月も売るしずっと売りますけど <laughs>、うん、お金必要だからねそっから逃げても支払いが必要じゃないですか あなたが稼ぐことから逃げたとしても、この資本社会で生きていくんだったら、家賃必要だしね、水道代必要だし,し、飯代必要だし、まあ自給自足するんだったら別ですけど、すべてに金がかかりますからね。そう、あと手術、僕、あの、歯もね、あと2回残ってるの、あと40万ぐらいかかるんですよ。みんなの銀行30万じゃ足りないですね。歯の手術 <laughs>。歯茎きの、歯茎きの。 一発二十万なんですよね。四十万まだまだた、また取られますよ。だ合計で百五十ぐらいか。あと二回も残ってるんですよ。ちょっと想定外の出費ですけど。<laughs> 最初のね、あの、あのー、検査しますかみたいなね。先生に見てもらえますかとあ。お願いします。そこからが始まったんですけどね。課金が。 まあ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 、歯はね、あれですから。うん。ないよりあった方がいいですから。まあでもね、明日死ぬってなったらね、歯あれなんですけどね、明日死ぬかもわかんないですけど。<laughs> 明日死ぬのにね、歯の手入れとかいらんでしょ、多分。<laughs> でも明日死ぬかもわかんないですけどね。で、わかんないけどもお、だから僕は孫さん、孫さんの言葉も好きなんですけども、 未来のことは分からないけども、それは、本当はそれは未来のことを分かろうとしてないんじゃないかと。もし分かろうとしてないんだったら、確かに未来のことは分からないけども、未来のことを分かろうとする、考えていくっていうのは大事なんじゃないかっていう言葉が僕すごく好きで。うん。本当未来のこと分かんないですよ。明日死んでるかも分かんないですけど。でも生きてることも考えないといけないですよね。60、70になった時に生きてる可能性もあるわけじゃないですか。死んでる可能性もあれば。じゃあ生きてる時に、 どういう資産状況なのかどういう状態なのかっていうのも考えて今のうちにやっとった方がよくないですかうんまあ本当お金からはね逃げても逃げられないんでうんお金から逃げても支払いは請求されますからうんはいいってらっしゃい